京国高明は、佐抜国丸亀藩六代藩主、丸亀藩京国家八代。完成10年4月24日、第五代藩主、京国公中の四、男として、江戸本邸で生まれる。完成12年3月21日、父高中の着手となる。文化8年3月9日、父の死去により後を継いだ。文化十年十月一日、将軍、徳川絵なに、 おまみする。同年12月16日、従語した長戸守に助任している。反省においては高明自身が文学的才能に秀出ていたため、江戸藩邸に藩校、衆議官を開いた。校歌2年には鳥居王像を預かっている。しかし、地政後期から市民共に写真に走る傾向が見えたため、高明は反省再建のために加藤俊治らを登用して、 反省改革を行い、倹約と風紀を主とした重過上の法律制定や文教政策に力を注いだ。家臣に副業での内輪作りを推奨し、これが人気を博して、今日も香川県丸亀市の名産品となっている、丸亀内輪のおこりとなったと一説に言う。加盟3年3月7日、無雇用紙の秋道に家督を譲って隠居した。 以後は、明治維新の後まで丸亀に留まり、廃藩置県後の明治7年2月14日に、香川県の道地にて死去した。去年77。京国高明は相撲好きで、三勤交代で江戸詰めの際に、両国の江光院で相撲見物をしていたが、熱狂的に感染し、歓喜は待って手を叩きながら小踊りしたため、大名にあるまじき行為として幕府に、 大名の相撲観戦を禁止された。しかし、諦めきれなかった高明は家臣にお相撲方という役職を作り、相撲中継の実況の役目をさせた。これは、現在のアナウンサー職にあたるものであり、ラジオのように弁絶だけで状況を把握して、疑似的な観戦をして楽しむものであった。ありがとうございます。